今年はインフルエンザの患者が早くも増えている一方で、ワクチンの供給量は去年より減る見通しなんです。夏場にもインフルエンザの患者が出続けるなど異変も起きています。そんな早いんですか。知らなかった。もう心配ですよね。去年と同様に、例年12月初旬頃から流行し始めるインフルエンザですが。 今年も早めの流行となる兆しがあるといいます。先月6日には都内の小学校で夏休み明けの新学期早々にもかかわらず学級閉鎖が発生しました。9月からの学級閉鎖は17都府県で相次いでいます。このインフルエンザで今年はある不測の事態に陥っています。 今日から今シーズンのインフルエンザの予防接種を始めた診療所ですこれは全国およそ5000の定点医療機関の平均人数によるインフルエンザ患者数の推移を表したグラフです例年夏になると患者数はゼロに近い数値となりますが 今年は夏も発生が続き、去年の10倍と高い数値でした。沖縄では7月なのに注意報が出されていました。近年は冬だけでなく、夏場にも流行する傾向が見られています。そして、今年の全国の最新数値が、流行が早かった去年と似た数値で推移しているため、国立感染症研究所では、 今シーズンも早い流行となることを警戒していますインフルエンザの重篤化を防ぐのに有効となるのがワクチンの接種ですところがこの冬は例年通りとはいかない可能性がありますそれはワクチンの不足です厚生労働省は今年のワクチンの製造量が 去年実際に使用した量よりも少なくなることを明らかにしましたワクチンは供給される量が少ないだけでなく医療機関に供給される時期も遅れているといいます私のところは2週間遅めてですね本日からやっておりますし11月1日からですね開始するという医療機関も多いように聞いております 医療機関に届くワクチンの量は12月半ば過ぎまで例年を下回る見込みです厚労省は不足分をカバーするため各自治体にワクチンを効率的に使うよう次のような通知をしています13歳以上には医師が必要と認める場合以外1回注射であること 返品を前提とした注文及び在庫管理を行わないこと。